ちょっと時間だけ控えとこう今何分31分40秒早いな31分40秒で編集する時は動画を切るとうんよしではではではセカンドシーズンいきましょうかでは続きいきましょうとさあここまでのお話では大友政権だった時代から最終的にのは蘇我氏が実験を奪ったよってお話に進んでいきましょうとうん では、ここからそのお話は、そんな蘇我氏の握った実験、どういうふうに生かされていたのかっていう,ふうな話ですね。見ていきましょう。で、後ろ、えー、読んでいくと、When the s o 蘇 a family ruled the Yamato court in Nara, Emperor Tenji was unhappy with their behavior というふうにあるんです。はい、まず見ていくのは、ここの塊ね。When からの塊、まあ。さっきもあったよね。いいね。When っていうのは、なんていう後ろの単語接続詞ですよね。ってことは、後ろに集合動詞が来るよと。集合動詞。うん。 うん、よいしょ。はい。えー、っと、ソガファミリーがヤマトコート、ヤマト調停をルールとしていたときの話なんだけど、ルールドってちょっと意味わからへんよね。ルールドで意味わからへんよね。でもこの形どっかで見てないですかそう、ここと一緒ですよね。さっきはオートモ今回はソガファミリー。で、後ろはヤマトコート、こっちもヤマトコート。違うところはレッドかルールドだけ。言い換えたらこれ何かって言ったらもうほとんど同じ意味なんです。ルールドもレッドもね。 さあ、レッドは引いているって意味でした。ルールド。ルールド動詞意味わからへんなーってなるでしょう。でもさ、見たことあるくないちょっとこっちに書こうか。えー、っと、ルールっていう単語は見たことあるんじゃない片仮名のルール。これって何こうやって何ルールって。そう、拘束とか、まあ、決まり事ってありますよね。うん。あれルールって言いますよね。あれって何のためになりますかそして、誰が作りましたルール。拘束作ったのは誰ですか学校の先生ですよね。なんか入った時から勝手にそのルール縛られてるんだな。 でもそのルールってさ、学校の先生がさ、うするために作ったルール言うことを聞かせたんでしょう、生徒に。すなわち、生徒を支配するためにあれ作ってるよね。だからルールって名詞で使ったらルールとか決まりやねんけど、動詞で使うと、そこからまあ支配するみたいな意味も出てくるんです。よいしょ。なので、えっ、ー、と、蘇我氏が大和朝廷を支配していた時、まあ実験握っていた時ぐらいで考えたらいいでしょう。 で、後ろ、えー、動詞見ていくと、was が動詞。で、後ろが unhappy やな。was unhappy。でも、これはもうセットで教えておこうか。えー、っとね。よいしょ。happy with なんちゃらっていうふうな表現があるんやけど、まあ、ここの with がちょっとポイントだと思ってください。はい。えー、っと、ここで言いたいのは何かって言ったら be happy. with a っていう表現で、a で嬉しいっていう風な意味になるんです。a で嬉しい。うん。with happy with a ここの with 一緒にって意味が基本的になんねんけど、ここではで、まあ理由を表すと前置者と思ってください。なんだ、じゃあ誰がって言ったら、エンペラー天智、まあ天智天皇っていう方がいらっしゃって、その天智天皇っていうとは嬉しくなかったよ。unhappy だからね、u n ハッピー。ハ happy じゃないってことね。 なんで何に対してよろしくなかったの ?their behavior. 彼らの、さあ、behavior はちょっと難しいね。behavior はちょっと難しいね。behavior はちょっとむずい。もう、後ろのヒント遡ってもちょっと難しいな。behavior に関しては、もうこれ高校生覚えてて。behavior、はい、何ですか高校生の皆さん。いいですね。高校生の皆さんね。behavior、はい。ビヘビア何、まあ、アクションに近いかな。アクションと behavior 近い。behavior。これでね、行動って意味なのよ。行動。うん。まあ、彼らの行動に、 まあ、嬉しくなかった。彼らの行動にまあ気に食わない部分があったと。うん。じゃあ、彼らどんな行動をしてたのかなっていうのを見ていこうか。そしたら後ろ。<S the s a g a family h a v e killed the two emperors who disagreed with them. おーって感じですよね。なかなか s o さんやるんですよ。見ていきましょうか。はいでは、えー、動詞のチェックです。えー、あれね、h a ド d killed 子は動詞でいいでしょう。まあちょっと中学生習ってへんねんけど、えー、まあ、現在、官僚系と一緒と思ってください。中生の方はね。h a ド d killed. なので、えー、えー、これは、<laughs> 待って、めっちゃ呪つまった <laughs>。まあ、シンプルに過去系でいいか。うん。いつも思うけど、この単語って出していいんかなこの、このこ、の単語って。一応、この日本史やから許してくれるどうなのかなまあ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 。いいや。えっ、ー、と、まあ、ソウファミリーっていうのは、まあ、こんなことしたよと、あやめたよと。誰よ ?Two Emperors。うん。Two Emperors をあやめたってさ。うん。すごいね。 すごいね。だって考え方で言ったらさ、まあその、社長に対してさ、なんていうの、こう、え、e、いやとかやるって感じじゃないですか。そんな感じそんな感じ結構ね、こう、尖ってるんですね。尖っちゃんのやり方ね。で、後ろ文法行こうわ。Two Emperors って書いてんねんけど、この後ろまた、ふうっていう単語出てきましたね。ふうっていう単語。さあ、ここのふうっていう単語は誰、誰ってみせないですってみせないですよ。さあ、さっきもらしたね、ふうって、ここでは何かって言ったら、前にある人物、Two Emperors。 前にある人物がどんな人物なのよっていうのを説明した時に使うマークですじゃあどんな天,どんな天皇はまあ殺,殺されちゃったのかっていうと i s ディス e グ with them <laughs> っていうふうにあるんですさあでもこれ中学生ちょっと厳しい中3をやってるよ中3を一番最初にやってる <laughs> あっ嘘ついたごめん中3っちゃうさせゃないなえ これいつやったのは多分、えぇーいや中、中2の割ぐらいでやってるんじゃん。だから中3世はこの単語を知ってるはずよ。あ g い y っていう単語、あ g いさあ何しかも h i s ついてるからね。さああ g いって何あ g いさああ g い y with a、覚えましょうか。a に賛成する。うん、a に賛成する。何かに賛成するときにあ g い y with a っていうふうな言い方をします。でも今回、h i s なので反対するだよね。なのですなわち彼ら、蘇我氏に反対した天皇をもう殺しちゃった、謝 <laughs> めちゃったって感じなんですよ。それはまあちょっとね、社長、社長からしたらさ、たまったもんじゃないやん。一応社長やね、社その社長が部下にこ任せてるね。仕事をあくまでも。いくらこの部下がさ、こう仕事できるかっつってもさ、さすがにこう社長に対して手を出すのはよくなくない っってていうなな話になってくるんねこの辺りで、うん、怖いよね、昔の時代って。<laughs> 昔の時代って怖いよね。若干解釈が歪んでるところあると思います、この僕の日本史の解説には。その、なんか、皆さんもそうだと思う。この日本,なんか日本史の専門家になれたわけじゃないでしょ、皆さん。僕もそうです。僕もそれ。日本史でこう面白い物語でしょっ思って読んでるんです。何が言いたいかって言ったら、僕の日本史の授業っていうのは、正しさよりも分かり,やすか分かりやすさと楽しさ。なので、若干、 なんか、それ史実と違うやんとか、ちょっとちゃうやんって思うとこ出てくると思います。まあ、それ気にしるたちょっと見ない、見ないというか、ちょっと他の専門家のチャンネルを当ててください。僕のチャンネルに関しては、まあ、日本史、まあ、日本物語か、日本物語っていうものを、まあ、わかりやすく、楽しく勉強できたらいいなっていうふうに思ってるコンセプトなので、そのあたりはちょっとご了承お願いしますと。ということで、見ていきましょう。 で、後ろ、えー、エンペラーテンジー wanted to stop down, but it s difficult for him to do so alone っていう風にあるんですと。とはい、動詞から行くよと。はい、これね、want to V。もういいよね、want to も文字を下ろせてください。want to V。want to V 何ですか ?V? したいよね。V したい。うん、誰が、はい、エンペラーテンジーは V したいと。何をしたいかさ、ストップしたいよね。彼らを止めたいと。うん、やばいよね。そのままさ、こいつら止めとほっといたらさ、 次、我が身に振りかかってくるかもしれない。ちょっとやばくないそれ怖いよね。だけど、but、えー、動詞からいきましょうか。It was difficult for him to do so. で、動詞が、was ってことは difficult は s e e ってことで主語がこれだね。じゃあ、残りの部分全部副詞かなって思ったらそうじゃないね,んね。さあ、気づいてますか気づいてますかここの意図って何のことまさかこの意図何かって聞かれて前見てないでしょうね。これ前、全く関係ないですよ。 この前は前じゃなくてこの糸は何かって言ったら後ろの to do so alone を指してるんですよいしょえー、っとじゃあここの糸のとこに to do so alone をぶち込んであげると、えー、V することですよね2プラス動詞の原型でうんアオンは一人一人でそれをすることは難しかったってことですよねこれ m 彼にとってまあそうでしょうだってさ 結結構勇気いるよ結構勇勇気気いいるるよよ一応この関係ねこの関係ね、まあ、大和所でまあ会社がありまして、まあ、自分が社長だよとで部下のなんか曽我ちゃんが曽我ちゃんに仕事を任せてまあ早数年早数ヶ月もう彼結構ねこういい感じに仕事してくれるんやけどちょっとこう社長の方が偉いけどちょっと社長に対して歯向かうような気がたとうんやばい次俺社長やねんけどお前の社長の時も確かこいつに手殴られてやられてたみたいな感じ じゃあ俺次社長になってこいつに逆らったらやられるいや,やなそれはちょっと今のチームへ積んどこみたいな感じだと思ってくださいね。なんかね怖いよね怖いよねで、えー、どうしたかって言ったら He asked his friend Fujiwara no kamatari to help him over through the saga、so、family and they succeeded という風にあるんですとさあ動詞からいきましょうか動詞 asked これ動詞ってことは東語で his friend が目的語でしょうでです ま、ここはいいか。で、この後ろもそのままね。で、また SV がつながってるよと。まあ、見ていきましょう。さあ、ここやねんけども、もう熟語どさようか。He asked 必要ないんだ。まあ、asked っていう単語の意味はわかる。asked。質問するとか尋ねるとかって意味だよね。だけど、ここで注意してほしいのは、この a s k っていう単語の後ろを見ると、えー、これでいこうか。うん。 さあ、アスクの後ろに人が来て、to v が来るパターンっていう文法があるんです。すなわち横に書いたところね、ちょっと、ええーね、あ、なんか最近ええー、っていうふうに言いう癖出てきたな。なんか、<laughs> なんかあれ、て、なんか聞いてる側はちょっとなんかイラってしますよね。なんかその話し時にええー、って言われるね。なんかちょっと気をつきます、気をつきます。ちょっと、あぶ、ね、俺今ええー、って言おうとした。そんないや。まあここでね、アスク、人、to v。 ちょっと押さえててください。アスクだけだったら、まあ、質問するとか、尋ねるとかって意味なんだけども、アスク人という部位になったら、人に部位するように頼む。っていうふうな熟語になるんです。知っといてね、知っといてね。中3世でつい最近やったかな。まあ、中2の子も知っといていいでしょう。なので、えっ、ー、と、彼の友達、すなわち藤原の鎌ありっていうのがね、友達なのよ。たまたま。たまたまなんか知らんけど。 藤原鎌足り誰かって言ったら、なんか貴族らしいのでね、この時代の。で、あとに結構この藤原の鎌足りが効いてくる、ね。時代につながってくんねんけど、まあ、とりあえず今の段階ではこの藤原の鎌足りっていうのが、まあ、天使天皇のお友達。で、噂によると、あの、なんだっけな、蹴鞠の友達だったらしい、蹴鞠の友達。蹴鞠って皆さんわかります蹴鞠って。なんか要はおばあちゃんとか作、作ってるから何やったかななんか昔。 なんか,ののか、5年配の家の方、5年前の方のお家を邪魔した時に、なんかその方が蹴まりみたいな、こう、まりかなまりを自作してるのをちょっと見た記憶があるんやけど、まあ、そのことを覚ると今で言うとこのサッカー友達、うん、あの、サッカー友達を、サッカー友達がおってん、この、誰だっけな、ここで言うとこの、あ、展示店のね、展示天のにはサッカー友達の藤屋の鎌谷さんがい,たいて、伊派天で、しかも貴族の出会からさ、結構いいんですよ、権力も。じゃこいつに頼もうと。どうするに頼んだかしたら、彼が、オーバーストローレス・ソガーファミリー、 ここも押さえとかなねヘルプの使い方ヘルプも人 V っていう形をとりましてヘルプ人 V で人が V するのを手伝うっていう熟語なんですあれて不思議な釜でね頼んだよどうするように頼んだかしたらここの日は誰かがいいよね天のね 天智天皇がオーバーストロール。ソガファミリーをオーバーストロールするのを手伝うように頼んだよっていうようなお話なんです。さあまずオーバーストローでちょっと意味わからへんと思うけど、でもどういうことかわかるよね。今、このさ、天智天皇からしたらさ、ソガ氏ってどんな存在、ソガ氏ってどんな状態、一緒にこれから今後も仕事してたい。 いやですよね一瞬に仕事したらちょっともしかしたらやられるかもしれへんよね。ということはどうしたい消したいよね。消したい。まずオーバーストロール。ここでもね、ほとんどこの単語と一緒でいいかな。うん、よいしょ。うん。defeat と同じ単語と思ってください。オーバーストロール。まあ転覆させるとかって意味があるんやけども、まあイメージつくでしょ。スローって何なんかサイドスローとかさ、アンダースローとかさ、言うじゃん。野球で。あい、なてるんですよね。はい、オーバースローってオーバーこういうことね。こういうアーチ状を描くことをオーバーっていよね。 だからまあ、ぶん投げるでしょ。まあ、ぶん投げるにしましょうか。まあ、ソガ氏を倒すことを一緒に手伝ってくれと、頼んだと。で、結局、they succeeded.succeeded とちょっと単語を結びつけてな。これで成功するって意味なんです。だから、成功したよ、とのことですと。で、その後、afterward, Emperor Tenji left Nara to a b o i d the Soga family's remaining followers.He moved the court to Shiga via Osaka and decided to govern the country himself っていうふうな文章が続いてますと。その一気にだけをちょっと見てくれ。 その後、afterward。動詞から行こうか。動詞、f t トは動詞だね。で、主語は、エンペラー展示か、主語と。うん。で、その後ろを見ていったら、left なら。これも目的用としてろうか。じゃあ、あまあ、この後ろがこうなるよね。で、単語学にね、エンペラー展示。展示っていうのは、left したよ。ならに left したって言ってねな。じゃあ、ならからか。 ならからレフトしたっていうふうに書いてんねんけど、うん、レフト。意味わかるレフト。原形何ですかレフトの原形。リーブね。リーブ。リーブの意味何か覚えてます a ーブの意味。そう、去るとか、出発するぜ、ね。去る、出発する。まあ、ここから行くと、行こうか、はい、出発するの逆。リーブの逆で、到着するって何て言います英語。これ、説明せようか。到着する。 さあ到着する何だか覚えてますか出発するは leave。到着するは arrive ですね。arrive。うん。これセットで押さえておきましょう。ちょっと話に戻ると、展示んのは奈良を去ったと。なんでねえ、そばちゃんを倒したんったらそのまま奈良でおったらいいやんって思うやん。だけどまあこういう理由があるんです。さあここも to プラス動詞の原型ですね。to avoid。でさらにここの to プラス動詞の原型が副詞の位置にいているってことは副詞的を掘り訳そうか。さっきも言ったね、役いいよね。 分析するためによ、ね、v するためにならを離れたよと。じゃちょっとむずいね。アボイドって多分むずいかもしれない。中学,生中学生にとっては。じゃちょっと発展単語でしてみてい,いかね。中学生も。こう生してますよね。アボイドなに。アボイドって。避けるよね。避ける。避けるってあれり真っ二つに言われるじゃないよ。避けるってあのこう離れるとかってみよよ。避ける。さあ。 避けるために奈良を出発した。奈良を去ったと。何を避けるため ?The Soga Family's Followers. まあ、リメイン、リメインがこれいいや。そして。さあ、a ガファミリーのフォロワーを避けるために奈良を出たよと。うん、まあ、フォロワーいいよね。インスタのフォロワーとか、ツイッターのフォロワーとかって言うじゃない。言うたら味方やね。そう。ソガ氏のね、味方っていうのが結構うじょうじょう言ってるんですよ。うじょうじょうって言ったらいいから、奈良にね、言ってたのよね。からするとさ、確かに奈良っていう土地で、なんていうのかな。 まな、あ、らってそうしがたけどただ皆さんがさ、敵対するやつがいたとしましょう。皆さんがちょっと大嫌いなやつが、ちょっと思い浮かべてください、頭の中にね、ちょっと普通に言ってあげるような思いがあるかもしれないですが、まあ、ちょっと苦手なやつ、嫌なやつ、ちょっともう、えいってあげたやついるじゃないですか。まあ、それと倒そうとしましょうと、よし、倒したと。やっぱさ、みんなに好かれてる人間っていないですよ。急に何言ったって感じだと思うんですけど。こう、もしあなたが誰かのことを嫌いだと思っても、その人のことを好きな人もいるわけですよね。 何かっていうと、もしあなたが誰か目の前にいてる人、まああなたが切らねとこう、えいってしてしまったら、必ず反発してくるやつがいますよね。私の大好きなこの人に対して何してくれるのよというふうにね、それめんどくさいじゃないですか。じゃあどうするじゃあどうする逃げますよねその。その感覚と同じと思ってください。OK? なので、えっと、こいつね、そばちゃん倒したはいいけども、そばちゃんの味方に雇っちゃられたりとか、こう、なんていうの、こう、襲われたりするのが嫌やったから、一旦奈良を離れようと。 なる出発してとで、どうしたかって言ったら、後ろね、動詞どれかって言ったら、ムーブとか動詞。で、彼が主語。じゃあ、後ろは目的語と。で、さらに、こっからここはもういいか。よしょ。で、動詞取ろうかな。で、エ n d とながってて、decide to govern ってふうにあるよね。まあ、ここも受語しといてな。decide to v。さあ、decide to v 意味何 ?decide to v。 はい、V することを、リサイル、決めるやね。決めるっていうのはな意味の単語です。うん。なので、えっと、彼、ここで言うと、天智天皇ね。天智天皇は、コールと朝廷を動かしたと。どこに滋賀に動かしてんで。VIA、大阪。これどういうことかわかる滋賀大阪。この VIA って何って話やねんけど、土地観、もう俺の土地観わからへん。どうなるのどうなるの奈良からさ、えー、滋賀に行くときってさ、 一本でいける一本で言うと、奈良と滋賀の間って何かで挟まってる県挟まってるんかな挟まってなかったら直接いるのかまあちょっと聞答えから言うかこのビアっていうのはえー、と経由するっとなので奈良からいきなり大阪じゃ奈良からいきなり奈良からいきなり滋賀に行ったんじゃないよね 奈良から大阪通って滋賀行ったっていうふうな流れなんですよ。うん、まあ朝廷を移し,移してね、まあ、できればさ奈良から一番遠い滋賀に離れたかったんやけど、まあ、いきなり滋賀に運ぶのはさ、まあ、大変なんでしょうね人もいるしさ時間もかかるしさまたちょっと一旦大阪に離れてで大阪には何和京っていうところを作るんですよ何和京。何和京っていうところを作って朝廷を朝廷の運営をしたりとかでこから何和京から今度は滋賀の、えー、と近江大津京か。 近江大津オというところを作って、まあそこでまた政治を行ったりとかっていうふうな、まあ一旦、このソガちゃんの影響力から逃げるためにね、奈良から大阪通って滋賀に引っ越しちゃうぐらいで思ってくれたら OK です。そして、and decide to govern the country himself。で、こうすることを決めたと。govern することを決めてんで、さあ、govern は難しいね。govern は難しいね。はい、えけど govern、さあ、高校さしといてな。govern だけど、government って言いますよね。government。 ガバメントってどういう意味ガバメントって。政府ですよね、政府。政府って何してる国を治めてますよね。まあ政治でいいでしょう。えー、っと、まあ治めるでしょうかな。うん。えー、っと、国を治めることを決めたよと。今さフ。彼自身でってことね。まあどういうことかっていうと、もともとこのヤマト廷という組織は、ちょっと、えー、ご解釈があるかもしれませんが、ご容赦ください。 長手っていう組織はこの大オっていうのがトップやねんけど大きみ自身はまあ大して仕事をしてなかったよねまあしてたかもしれんけどねまあここはちょっと、ま、許して、えー、分かりやすく話するなうん大オがいててで大オの仕事は基本的には大きみが気に入った部下に丸投げしてたんよだけど部下に丸投げしたら仕事はまあ確かにできるやつもおんねんけどなんだかんだ面倒くさくなるよねこう仕事してるけどさなんか大オからしたらさお仕事を任せてるだけであって立場的に偉いもん俺やっていうふうになるんですよ やのになんかこう仕事ができただけでていうのこう偉そうにふんずりがりやがって何かス、ね、ストレスでしょそれねまあまあまあいろんはあると思いますこの働き方というかこう仕事の進め方いろいろあると思いますが、うん、まあそういうこともあってもうこういうふうに部下ともめるぐらいやったらもう自分一人でやった方がええわっていうことでもう王毅みすなわち天皇自身がもう自分で政治を行っていくと決めましたよってで いう,ふうな話につながってくるんですでここの今までは部下に任せてましただけども部下に任せるのやめて天皇が自分で政治握っていくよっていうことを歴史用語で大化の改新っていう部分やと思ってくださいここのことがね大化の改新って言われてるんですうんどうピンってきましたピンってきましたいけるちょっとちょっと長くなったけど大丈夫かな説明が逆にくどい大丈夫 さてさてさってことでいったシーズン2も以上になりましてとちょっと編集点入れようか編集点53分か53分40秒ここで切ろうか